XB-51、XB-51、試作1号機、XB-51 は、アメリカのマーチン社が試作した、Z エンジンを有する戦術爆撃機である。試作のみで、正式採用はされなかった。XB-51 は当初は、A-26 インベーダー双発攻撃機を発展させた機体として、主エンジンとして、ターボプロップエンジン2機に加えて、 増加水力用として、小型のターボジェットエンジンをよくかに、ポット式に搭載する複合動力機として計画され、1945年にアメリカ陸軍航空軍向けの攻撃機として、ソマイナス45の名称で開発が開始された。1946年には、任務は戦術爆撃から低空を高速で侵入して、近接航空支援を行うものに変更され、 奇祝分と名称も XB-51 となり爆撃機に変更されて同年5月23日に試作機2機が発注された。この要求は翌1947年には再び変更され大きな戦闘行動半径を要求されない高速爆撃機に使用変更された。マーチン社ではこの最終要求仕様にモデル234の車内名称を与えて 本格的な設計作業に入った。XB-51 の試作機1号機は1949年9月4日に完成して出荷され、同年10月28日に初飛行に成功した。試作2号機は固定武装の 20mm 機関砲も搭載した状態で完成、1950年4月17日に初飛行した。テストパイロットとして、 XB-51 を操縦した一人に、かの、世界で、初めて音速を超えた男、チャックイエガー,ーがいる。これら2機の試作機を用いたテストは1951年3月末に終了し、総飛行時間は、マーチン車によるものが233回、合計211時間、空軍によるものが計221時間だった。この、 テストの結果を受けて各所に修正が施される予定となっていたが、これに先立つ1950年に、アメリカ空軍は A-26 攻撃機を更新するために、XB-51 をカナダの CF-100 やイギリスのキャンベラと比較した。結果、XB-51 は低空飛行性能などに高い評価を受けたものの、 その膠着装置が未整備飛行場における運用に適しておらず、機体強度も低いと判断され、1952年には不採用が決定した。XB-51 の不採用を受けて、マーチン社は空軍に採用されたキャンベラをアメリカ空軍仕様に改め設計した B-57 キャンベラ爆撃機の生産を行うこととなった。 この時 XB-51 用に開発された回転式爆弾庫が B-57 の設計変更に取り入れられている。2機製造された試作機のうち SN46 から685は1956年3月25日に SN46 から686は1952年5月9日に墜落事故で失われた。なお、S N46 から685は1956年公開のアメリカ映画トゥボード・ザ・アンノーンにギルバート XF-120 として登場している。離陸補助ロケット装置を噴射して離陸する XB-51 機体は軍用機としては珍しい3発機である。ジェットエンジンは2機がコックピットと主翼の間の機体側面下部左右にそれぞれ取り付けられており、 3機目はビブに配置され、ビブエンジンの空気取り入れ口垂直尾翼前方にある。離陸時には、水力954ポンドの着脱式補助ロケット推進装置4機も装備できた。主翼は、後体角35度で下半角が6度ついている。主脚は、胴体下面に二重車輪のものが前後にある、タンデム方式で補助足が主翼端に装備されている。 武装として、機内の回転式爆弾層に4000ポンドの各種爆弾を搭載し、爆弾を機内に収容しない場合には、最大で1400ポンドを搭載できた。固定武装として、機種仮面に M2420mm 機関砲8門が搭載されている。乗員は2名であり、操縦席は戦闘機のように独立したバブルキャノピーとなっている。 全席手は操縦を担当し、鉱石主が爆撃システムの操作と広報を行う。XB-51 は、マーチン社の航空機としては初めて射出座席を備えた機体であった。ありがとうございます。